次に藤巻武史君の質疑を行います。藤巻武史君。日本維新の会の藤巻武史です。公文書を書き換え問題についてはこの後我が党の片山大輔議員が質問させていただきますので、私は黒田日銀総裁に日銀の出口問題についてお聞き集中してお聞きさせていただきたいと思っております。で、前の日銀総裁である白川前総裁がですね、退任会見のですね、その後の記者会見で、非伝統的な政策の評価は出口から円滑に脱出できて初めて全プロセスを、すべてのプロセスを通じた金融政策の評価が可能となるとおっしゃっているわけですね。これをですね、十分かみしめながら、本日は黒田総裁に出口議論をお聞きしたいと、日銀に出口から、円滑に出口から出る手段があるのかどうかということについてお聞きしたいと思っております。安倍政権がですね、アベノミクスに非常にこう成果を誇っていらっしゃいますけれども、もし出口がないということであるならば、どんでん返しになる可能性がありますし、先ほどもさらなる財政出動の話、質疑がありましたけれども、果たしてさらなる財政出動して大丈夫なのかという問題にも通じると思いますので、今日は出口問題についてお聞きしたいと思います。で、FRB、アメリカの中央銀行である FRB は、2015年に12月に1回、16年に1回、17年に3回の短期金利利上げを行っていますけれども、この時はですね、リバースリポとかそういう問題もありましたけれども、主として、当座預金残高に対する不利金利を上げるという方法で、利上げを進めてきたと思います。日銀もそのような同じような方法が可能なのであるか、そしてそれを考えているのかどうかについて、黒田日銀総裁にお聞きしたいと思います。日本銀行総裁、黒田晴彦参考人。量的質的金融緩和からの出口にあたっては、金利水準の調整や拡大したバランスシートの扱いなどが課題となります。で、その際には、確かにですね、FRB をはじめとする海外の中央銀行の先行事例なども踏まえ、保有国債の償還や各種の資金吸収オペレーションのほか、超過準備に対する不利金利の引き上げなどによって、対応していくことが考えられると思います。もっとも現状 2% の物価安定の目標の実現までにはなお距離があることを踏まえますと、出口のタイミングやその際の対応を具体的に検討する局面には至っていないというふうに考えております。藤巻武史君。2017年のですね、6月8日の財政金融委員会で岩田総裁、副総裁からお聞きしたんですけれども、2016年上期での日銀の保有国債は利回りが 0.332% であると、そして上期の国債利息収入は6284億円だったというふうにお聞きいたしました。まあ、年間だいたい国債の方からですね、約1兆2000億円の収入が上がっているというふうに理解したわけですけれども、同じような数字、要するに直近の FRB のですね、保有債券の利回り、そしてどのくらいの債券関連費があるのか教えていただければと思います。黒田晴彦参考人。2017年の1月から9月までの利息収入から算出した FRB の保有債券の平均的な利回りは年率約 2.6% であります。同期間の保有債券の平均残高は約 4.4 兆ドル、債券関連損益は約850億ドルというふうになっております。藤巻武史君。850億円ということは約1兆円でありますし、債券利回りが 2.6% ということであるならばですね、これ、当座預金金利を上げていっても、それなりの余裕があるわけですね。資料の1を見ていただくと分かりかと思うんですけれども、右側の日銀当座預金に相当するところ、ここの金利を上げていくということですが、左側の資産サイドの利回りが 2.6%、十分な収入がありますので、日銀当座 F
FRB の当座預金を上げの金利を上げていっても十分、まあ、余裕はあるということなんですが、日銀の場合、0.331、まあ、多少は上がっているか下がっているか知りませんけれども、保有国債の利回りが 0.331% がかなり低いです。要するに収入が1兆2000億しかないということ。その時にですね、日銀、まあ、発行銀行券はずっと金利がゼロではいいですけれども、負債サイドの日銀当座預金、まあ、367兆円約ありますが、これ 1% 上げると 3.76 兆円ですよね。2% で 7.3 兆円。もう収入が上がらないのにですね、こんなところで日銀当座預金上げていったらば、損の垂れ流しで準備引き当て金勘定準備金も 7.1 兆円しかないわけですから、もう損の垂れ流し、日銀債務超過という大変な状態になってしまう可能性がありますが、その辺についてはどうでしょうか。黒田参考人。この量的質的金融緩和は、この実施中はバランスシートの拡大によって収益が押し上げられる一方で、出口の局面では日銀当座預金に対する不利金利の引き上げ等によって収益が減少しやすいという特徴があります。もっともですね、将来経済物価情勢が好転して日本銀行が不利金利を引き上げる場合には、長期金利も上昇していると考えられます。したがいまして、日本銀行の保有国債はより高い利回りの国債に入れ替わっていくため、受け取り利息も増加すると思われます。このように出口における収益面の影響というものは、受け取り利息を含めたバランスシート全体を考える必要があるというふうに思っております。藤巻武史君。お答えを聞いてるとね、あ、確かにそうかなと思っちゃいますよ。資産サイドの国債の方の利回りも上がる、収入が上がるから、負債の方の当座預金金利に上げていっても大丈夫だというふうにお聞きしますが、異次元の量的緩和、正確には異次元の質的量的緩和ということであって、要するに質的とは何かっていうと、10年国債30年国債を大量に買ってるということですよ。まあ、私はもともと銀行員でしたけど、私が現役の時には短期国債しかほとんど買ってませんでしたから、それは金利が上がってくればすぐこう新しいその金利の高い国債に乗り換えて収入も上がってくるというのは分かりますけれども、今30年債10年債ガバガバ買ってるわけですね。これ全然金利上がりませんよ。10年間は固定金利ですから、ほとんど上がらないんですから、それはまさにそのごまかしの答弁というふうにしか考えませんられませんけど、どうでしょうか。国債の持ってる方の金利は収入はほとんど上がらない、負債の方の支払う方はぐいぐい上がっていってしまう、かなり早い段階で債務超過になると思いますが、いかがでしょう。黒田参考人。日本銀行の現在の保有国債の平均残存期間は 7.5 年ぐらいでございますので、ある程度のスピードで入れ替わっていくということは確かだと思います。藤巻武史君。ある程度のしか金利上がっていかない、負債サイドはもう日に即上がっていくという大変な状況にあるのではないかということだけは指摘しておきたいと思います。次にですね、私どもの片山虎之助共同代表がこの予算委員会での代表質問に対して質問したんですけれども、その時に麻生財務大臣がですね、普通借金がこれだけ増えていれば当然のこととして金利は暴騰しなくちゃおかしいんですね、まあ、こう長期金利の話だと思いますけれども、それにもかかわらずそれが上がらず 0.03% ぐらいのところが止まっているのは、国際社会の中で信用はそれなりに得ている証拠だと思うとお答えになった。要するにこれだけ財政出動をして借金をしてたらば、長期金利の金利はべらぼうに上がってるはずなんだけども上がっていないと、それは日本の財政政策とか国債の政策とかいろんなことが信用されているせいだというふうに理解されて、麻生大臣は理解されていると思うんですが、そこでお聞きしたいんですが、まずですね、2017年の国債発行予想高、予定高、予定額は 156.1 兆円だというふうに財務省からお聞きしているわけなんですけれども、2017年度の日銀の国債購入額はどのくらいになるのか、それはですね、国債発行額の約何パーセントに当たるのかを教えてください。黒田参考人。
現在、日本銀行が行っております長短金利操作付き量的質的金融緩和の中の重要な一部がイールドカーブコントロールでありますけれども、この枠組みの下では実際の国債買入額というものは金融市場の状況において幅を持って変動するわけでございます。したがいまして2017年度の国債購入額について現時点で申し上げることは難しいということでございます。なお今年度のこれまでの途中の状況を言いますと、グロスの政府の国債発行額の 75% 程度を日本銀行が購入しているということです。これは先ほども言われたように2017年の数値はまだ動きうるわけですし、イールドカーブコントロールの下ではあくまでも金利が目標になっておりまして、国債の買入額はその適切なイールドカーブを実現するために行っているということですので、当然変動するということでございます。藤巻武史君。国債発行額の 75% を購入しているわけですね、日銀がね。普通マーケットはですね、私が現役は、私は99年まで現役だったわけですけれども、その時っていうのは日銀はほとんど特に長期国債買ってなかったんですよ。要するに買ってなかった日銀が出てきてですね、 75% 買ってくる、要するに需要が 1.75 倍になったわけですよ。それは何だってね、その国債市場にかけられず何でも市場では物の値段って上がりますよ。こんな 1.75 倍も大量が爆買いするような人が出てくればね、当然のことながら値段が上がるということは長期金利が下がるわけですから、当然のことながら要するに麻生大臣がおっしゃった長期金利が低く安定しているということは、ひとえに日銀が爆買いをしているせいだと私は思うんですが、日銀総裁はいかが考えですか。それとですね、もう一つ、こういうことをやっていればね、これ、財政規律って全くなくなりますよね。財政出動する、必要だから国債を発行する、全部 75% も国債発行していればですね、長期金利が上がるわけないですよ。まさに財政規律を使って、どんどん、俺は財政出動して景気よくすればいい、なっちゃいますよね。それについてはいかがお考えでしょうか。それでは参考人、現在我が国の長期金利は低位で安定しております。これは 2% の物価安定の目標を実現するために低金利をマイナス 0.1%、 10年もの国債金利を 0% 程度とする金融市場調節方針と整合的なイールドカーブを形成しているということの一つの結果であろうと思います。もちろん国債に対する信任が失われているようなことがあれば、日本銀行がですね、そういうもとで、こういうイールドカーブコントロールで長期金利を低位に安定させるというのは困難になると思いますけれども、現状ですね、国債に対する信任が確保されているもとで、日本銀行がイールドカーブコントロールで、長期金利を低位に安定させているということだと思います。なお、そういったことで長期金利は低位に安定していること自体、もちろん、政府にとっての国債費が少なくて済んでいるということは事実だと思いますけれども、財政規律云々あるいは財政政策そのもの、これはあくまでも政府国会において議論され決定されるものであるというふうに承知しております。藤巻武史君。いや、総裁おっしゃいますけどね、これサンマ、魚のサンマだってね、そんないくら誰も買わなくたって、日銀がサンマ買ったって、日銀のサンマの値段上がりますよ、これ、こんな 75% も買ってるようだとね。ということで、私自身はひとえにこう日本の長期金利が低迷している理由というのは、日銀の爆買いにあるんだというふうに理解しております。で、そうは言ってもですね、私が、爆買いのせいで日銀のバランスシートが極大しているって言って、申し上げてもね、よく他の中央銀行もいろいろ国債を買いまくってるんじゃないかと、出口議論をするときには、他の中央銀行も同じようなことをすればいいんではないかという話をよく聞くんですけれども、資料の2を見ていただきたいんですが、
日銀のバランスシート、最近ものすごい勢いで膨れ上がってますですね。そして資料3を見ていただきたいんですが、この資料3というのはですね、これは2017年3月22日の財政金融委員会で、私は黒田総裁に、他の中央銀行はどのくらいバランスシートを膨らませているのかという話を聞いたとき、それをまとめた表なんですね。で、今、最初の資料1見ていただくと分かるように、日銀のバランスシート533.2兆円。あ、すみません、これ、ちょっと2017年11月って書いてますが、これちょっと書き換えしちゃったかもしれないです。これ、2018年2月か、ちょっと申し訳ありません。ちょっとこの期日が間違えている可能性ありますので、これ前もって申し上げておきますけれども、直近の数字ではあります。で、2016年度末の名目 GDP、約539兆円だったと思いますので、約名目 GDP と同じぐらいのバランスシート、日銀あるわけですね、もうすでに。で、当然日銀のバランスシートの負債サイドというのは発行銀行券と日銀当座預金ですから、まあ、要するに世の中にというかばらまいているお金ですよ。要するに名目 GDP と同じようなぐらい、100% ぐらいに日銀はお金をばらまいているわけですね。他の他国、黒田日銀総裁にお聞きした当時、FRB というのは、テーパリングを始める直前の2013年末で 24% だと。バンクオブイングランドが16年2月で 22.2%、それからヨーロッパ中央銀行は 33.8% ということで、バランスシートはですね、対 GDP 比、そんなに大きくないわけですよ。日銀だけも世界ダントツにですね、100%、対 GDP100% というメタボになっているわけですね。要するに財政が危ないと。財政こうなかなかこう財政が苦しいということで、発行国債を発行して、それを日銀が買ってあげると、ゆえに日銀がですね、世界最大のメタボになっちゃったわけですよ。財政赤字は世界最悪、そして対 GDP 比ですよ、世界最悪、そしてそれをなんとかこう賄おうとしてですね、日銀がどんどん国債を買ってたゆえにですね、日銀が世界最大のメタボなバランスシート、これだけのメタボなバランスシートから、簡単に縮小する、先ほど黒田日銀総裁は、出口でバランスシートを縮小するっておっしゃってましたけれども、それが可能なのか、アメリカの FRB でもでさえですね、あれほど苦労しているわけです、売却はできないだろうから短期満期待ちをするというように苦労しているんですが、こんなにバランスシートをメタボにして、黒田総裁、バランスシートを縮めるなんてことはできるんでしょうか。黒田参考人。量的質的金融緩和からの出口に際して、拡大したバランスシートの扱いが一つの課題となるということは、ご指摘のとおりであります。もっとも、海外の中央銀行の先行事例なども踏まえ、その時々の状況に応じて、保有国債の償還や再投資などもうまく組み合わせることによって、市場の安定を確保しながら、適切なペースでバランスシートを縮小していくことは十分可能だと考えております。いずれにせよですね、現状 2% の物価安定の目標の実現にまでにはまだ距離があるということを踏まえますと、出口のタイミングやその際の対応を具体的に検討する局面には至っていないというふうに考えております。藤巻武史君。他国の中央銀行の先行事例を参照にする、まあ、全然規模が、程度が違う、メタボぶりの日銀がですね、その参考でうまくできるのか、非常にこう疑問に思うんですけれども、実はですね、この資料4に、資金運用部ショックの時の事例が書いてあるんですけど、資金運用部ショック、1998年の12月にですね、資金運用部、その時は最大の国債市場において最大の国債の買い手だった資金運用部はですね、これはもうちょっとなかなか資金繰りが苦しんで、もう国債買いませんよと言ったわけです。その時に、私はまあ現役でしたからよく覚えてますけれども、直近では 0.6 から 2.4 まで跳ね上がったんですね。まあ、それを見て慌てた大蔵省はですね、やっぱり国債を買い続けますよと、こう言ってなんとか収まったわけです。で、その時の資金運用部、
これ、発行額 76.4 兆円で、資金運用部が買っていた、引き受けていたのが 15.2 兆円ですから、約 20% しか買ってなかったんですよ。その 20% しか買っていなかった資金運用部は国債購入をやめるよというだけで、マーケットに激震が走ったわけですね。でかつその時ですね、私どもトレーダーというかディーラーはね、でもまあ資金運用部が辞めても、まあ日銀という買い手がいるから、最後の取り手がいるから、まあどうにかなるだろうと思ってたわけです。当時、まあちょっと書いてありますけど、日銀の購入額は約6兆円でほとんど買ってなかったわけですね。でも日銀がいるから大丈夫だ。でも今回はですね、今 75% 日銀買ってるんですよ。 20% どころじゃない、 75% を買ってる日銀が辞めますなんて言ったらば、それも最後の取り手ですよ。最後の取り手が日銀に変えますと言ったらば、金利は私は暴騰してしまうと思うんですけれども、いかがでしょうか。倉田参考人。先ほど来申し上げておりますとおり、量的資金緩和からの出口に際しましては、保有国債の償還や各種の資金吸収オペレーションなど、さまざまな政策手段を有しておりまして、市場金利の安定を確保しつつ、その時々の状況に応じて、適切な政策運営を行うことは十分可能だと考えております。藤巻武君。なかなか苦しいご答弁かなと思うんですけれども、もう一つ、長期金利が上がった場合、万が一ですね、日銀が爆買いを少しでもやめて長期金利が上がった場合、まあ、アメリカでも2月の最初にですね、いろいろ長期金利が上昇してきた、まあ、世界的にも長期金利が上昇してきている環境下にあって、日銀が少しでもこう買い入れ額をどん減らすとか、まあ、万が一ですね、売るなんていうことがあったら大変なことになるんじゃないかと思うんですが、世間も大変なことになるとは思いますが、日銀も大丈夫かなと思っちゃうわけですよね。先ほどの最初の資料1にありますように、日銀はですね、国債251兆円も買ってるわけです。まあ、その前にちょっと異次元の量的緩和は何かという、一応おさらいをしておきますと、まあ、左側にある表は1998年12月で、私が現役だった頃ですけども、国債52兆円しか日銀買ってないわけです。今451兆円ですよ。で、国債を、まあ、民間金融機関が買うから、それをまさに現金で払ってるわけじゃなくて、その民間金融機関が日銀に持ってる口座預金にお金をつぎ込むということで、異次元の質的量的緩和のおかげでですね、日銀のバランスシートは国債がべらぼうに増え、そして日銀当座預金が、私が現役の頃は 4.4 兆円が356兆円になったということなんですね。で、ここまで国債を買ってますと、これ451兆円もありますからね、長期金利が 1% 上がったり 2% 上がったりしたら大変なことになりますね。これも私、実は去年の6月8日に岩田副総裁に聞いたんですけれども、これ過去のデータですけれども、その当時時価総額が 9.6 兆円、日銀のですね、時価総額、それが 1% 金利がパラレルシフトすると 24.6 兆円、 2% で 44.6 兆円、 5% 上昇で 88.3 兆円、まあ、11%、これ、1980年のに 11% までいってますけれども、1980年の4月か、ごめんなさい、11% までいってますけれども、11% も上がれば、140兆円もですね、評価額が下がるというふうにおっしゃった、岩田副総裁がおっしゃったわけですけれども、これ、この引き当て金 4.9 兆円、準備金 3.2 兆円しかないのに、そんなに評価ゾーンがですね、大きくなったらば、これ、もう円の信用なんか、完璧に失墜しちゃうと思いますけども、それはいかがでしょうか。倉田参考人。日本銀行では保有国債の評価方法について償却原価法を採用しております。このため金利が上昇したとしても、決算上の期間損益について評価損失が計上されることはありません。なお、日本銀行が保有する国債については、2017年9月末時点で 9.2 兆円の含み益超となっております。将来金利が上昇した場合、金利上昇によっては含み損に転嫁する可能性はありますけれども、その場合でも中央銀行には継続的に通貨発行益が発生するので、円の信用が毀損されることはないというふうに考えております。藤巻武君。償却原価法を採用しているから大丈夫だと、その日銀が大丈夫だとおっしゃってもですね、マーケットは普通は
時価評価しますからね。もう企業が危ないとなったときに、誰がその100円で買った株を100円で評価するか、10円、マーケットが10円になっていれば10円で評価するんですよ。いくら日銀が大丈夫だと言っても、マーケットは時価評価をすると、母価評価ではないということだけは申し上げておきたいと思います。そうした場合に過大なる、もう膨大なる債務超過に陥ったときに、果たして日銀が円の信任をですね、持ち続けることができるのかどうか、まあ、要は大変重要な問題がありますので、もう出口議論というのは早々にやるべきであるし、さらなる異次元の量的緩和を続けてもいいのかどうかということの検討もですね、早く進めるべきだろうと私は思います。以上、質問を終わります。ありがとうございました。以上で藤巻武志君の質疑は終了いたしました。